ストップ頑張りです。スニーカーをホッスルホッスルということでね、はい、本日はね、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、ということでね、昨年はね、いろんな方にねお世話になってね、ありがとうございます。本当スニーカー男子さんにはね、動画にお誘いいただいてね、一緒にねご一緒させていただいたりで本当にね、感謝しております。そしてね、まあミノルさんだったりとね、結構こうYouTube やられてる方にね、こう、やっぱりなんだかんだお世話になってね、すごく感謝します。ありがとうございます。そしてね、いつも、ご覧いただいてる皆様のおかげでね、やっぱり昨年、乗り切ることが、乗り切るって言ったらおかしいな。まあ、昨年ね、からまあ今年もまた YouTube を、できる環境にあるので、非常に嬉しいです。やったってことでね、はい、非常に嬉しいです。今年もね、またよろしくお願いします。そしてね、新年早々、本日ね、ナイキのスニーカー発売されましたね。ダンクが3色、4色かな、まあ、4種類、うん、ダンクローが3色と、ダンクハイかな、発売されたんですけど、結果の方はね、全敗でございました。はい、一応3種類、応募したんですけどね、全敗です。はい。まあね、今年もね、もう出だしからね、もうちょっとずっこけた感じなんですけど、まあ逆にね、良かったですね。ここで運を使いたくない風味なんじゃないかな、感だから、逆に運をね、こう、積んどくって感じでね、バイユーも発売するんで、まあ、気長に何かしら買えると思うんで、また今年もね、細々とね、のんびりと、スニーカー研究室をやろうと思ってますんでね。ちなみにね、あと、なんだろう、この T シャツ買いました、最近。ね、これすげえかっこいいでしょ。80年代かな。ホンタグの、復刻っすね。これすごいずっと気になってたデザインで、習字で書いたみたいな、ベベベっていう字体に、ね、日の丸があるって、当時としてはすごく珍しい、ナイキのデザインの T シャツで、それが復刻されてね、まあ、今、ナイキアプリとか、まあ、ナイキのオンラインストアで売ってんで、すげえ俺はずっと欲しかったやつなんで嬉しいです。ただ、これ、サイズがすごいちっちゃめ。うん。XXL、2XL ではあるんですけど、これ、俺が着てんのが。だけど、日本の 2XL なんで、向こうの XL みたいなイメージだから、普通の XL っていう風なイメージかな。最近のこの、デカめではないから、すげえピチティーつも。ピチピチです。割と小さめなんで、これ買う方気をつけてください。うん、でもまあ嬉しかったですね。新年早々この T シャツが発売され、これを着れてることに幸せです。ということでね、本日はね、挨拶、プラス購入品だったり、お伝えしましょう。今年もよろしくお願いします。以上です。どうー。